で、もしいるとすれば勝ち残るのを待つが早いか。お前は、ところでガープさんは元気かな。麦わらのルフィ君、それ以来彼の孫子の代まで恨むと決めていた。はあ、君本当なのか。いや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 、間違えたんだ。俺はルフィだった。自分の名前を間違える。ガープの息子、ドラゴンの存在にもっと早く気づいていれば、己がこの世に生まれることもない。そのヒゲ取ってみせろ。やめろ。いや、やだ。おのれとんちんじゃを、邪魔をするな。僕の獲物だぞ。ドイサー武闘武剣ブルーバード。ブランドが刺さらない。剣も刺さらねえ頭も、巨体を突き返すパワーも、人間技だ。やめろっつってんだろ。全然効かねえか。結構強く言ったのにな。確かにその強さ、麦わらで間違いなさそうだ。もうなんだよ、ほっといてくれ。人の人気を奪ったり。待て待て、ジジイ、そこまでや。ここで暴れれば失格だぞ。ここで失格になったら大会出場の真の目的が果たせなくなるぞ、ジジイ。おい君たち、どこへ消えた。ひどい有様だ。一体何の騒ぎだったんだ。麦わらって言葉を聞いたが。まあ言ったな、正体はバラさねえってフランキーと約束したのに。